宇宙飛行士の金井宣茂さんを乗せた宇宙船が先ほど打ち上げられて ISS 国際宇宙ステーションへと飛び立ちました。With that, we see the fires lit, the engines start to roar, and lift off.金井さんをはじめロシア人とアメリカ人3人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船ソユーズは日本時間の午後4時過ぎ、中央アジアカザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地から飛び立ちました。ソユーズは地上からおよそ400キロ離れた ISS 国際宇宙ステーションへと向かっています。日本時間のあさって午後5時ごろにソユーズは ISS とドッキングする予定です。この3人のクルーメンバーで長い間訓練を重ねてきましたので、まあ、明日が特別な日というよりはまた新しい一日を3人で行うというそういう気持ちです。打ち上げの前日、金井さんは会見で3人のチームワークを強調していました。金井さんは来年6月まで ISS に滞在し、新薬の開発に向けたタンパク質の実験などを行うことになっています。金井さんは海上自衛隊で医師として勤務した後宇宙飛行士となりました。日本人としては12人目の宇宙飛行士となります。